何そっかこんにちは、はい、こんにちは、始まりましたね。はい、今日は何ですか。今日は T シャツ。おい、今ちょうどうちのお店がね、うん、夏物の T シャツと半袖シャツ買ってくれると2点買ってくれると1000引き、うえ、3点だと2点引きうえしてるので、うん、ちょっとねその T シャツとシャツたちでね、うん、こうやってねと組んでいきたいと思います。通常やったらね、はい、月末イベントで俺とガクと勝負して勝ったら1000引きなんやけど、まあ結局結構買っちゃったもん。結局値下げせんやお前ら、うん、ってなっちゃうから。お盆ということで皆さん夏出かけたいですよね、はい、その出かける前に、うん、日にちがちなみに各何日までですか、このイベントは。16日までです。そうですね、ちょうどお盆最終日までということで、はい、うん、なんかまあ今からその T シャツを使ったコーディネート、はい、僕3つ、各3つでやっていきますか。はい、うん、なんか見てほしい点とか今あります。見てほしい点？マーシーチャンネル。どうもどうも、マシです。こんにちは、ガクです。今挨拶するんや。ね、間違いない。まあ、ということでね、おすすめアイテム、T シャツを使ったコーディネートが主になんですけど、うん、まあ、あと半袖シャツも対象なんで、シャツだったり T シャツ、この夏に着たらかっこいいよっていうコーディネート、6コーデ組んだんで、今から見ていきましょう。それではスタート。はい、僕のコーディネートですね、うん、トップスがバッドワイザー 90s の T シャツ、プールボール、うん、プールボールの、うん、そう、全面のプリントされた T シャツ。これすごいかっこいいんですよね。かっこいい、全面プリントで、うん、バックもしっかりプリントが入ってて、これすごいおすすめです。 T シャツかっこいい。パンツがバナリパーのブラックのスラックスです、うん、なんかまあスラックス、ブラックのスラックスはシンプルなんで、トップスにこの全面のプリントを持ってきて、うん、まああとはまあ黒でまとめてっていう俺のわけわからんねっていう感じのコーディネートです、うん、サイズも額サイズやね、これは、うん、そうですね、両方ジャストサイズで着ててすごくいい感じになったのではないでしょうか。うん、かっこいい、おすすめです。これ両方おすすめですね、僕、うん、額推しのアイテムやね。はい、はい、ピースで、はい、次私ですね、はい、トップスがヘンリーネックのちょっと色味が夏っぽいアイテムなんですけど、これがポリ50、コットン50で、なんかどっちかっていうとヘンリーネックってコットン100のイメージなんですけど、すごいサラッと着れるアイテムです、うん、で今チビティ欲しいっていう子多いんですけど、ヘンリーをあえてこうやってジャストに着るだけでなんかカジュアルすぎない感じがかっこいいのかなと思います、うん、で次パンツがですね、これがうちで結構推してるリネンスラックスなんですけど、うん、本当こういう自然光で見たらわかるんですけど、このプルンプルン具合、うん、光沢感がめちゃくちゃ出るんですよ。かつもうこの履き心地もめっちゃ良くて、これパンツ透けとんちゃうかっていう話になったんですけど、うん、白でも全然透けません、うん、まあ、ちなみにね、僕この日履いてたのが紫のパンツなんですけど見えてないですね、うん、まあ、かなりなんか今っぽい感じでかっこいいと思います、うん、そうですね、うん、やっぱ夏こそ派手にね、うん、行っちゃうとありだと思います、うんうん、これは割とインナーでも使えそうですからね、うん、そうよね、うん、これはガクがピックしてくれたアイテムやけど、うん、ずっと言おうかね、インナーがいいって。はい、はい、お次は僕のコーディネートですね、うん、トップスがこれがね、あれや、ユロワーク、そう、ユロワークのブリーチしたジャケットです、うん、でその下にそれでこそあれや、リネンスラックス履いてます、うんうん、ネイビーので、中になんかしてますね。中にトゥイティとジルベスターの T シャツを着てます、うん、この T シャツすごいね、可愛いんですよね。多分この後脱ぎますね、うんうん、そうですよね、もう全部いくんちゃう全部いくんちゃう全部いくか。そう、この T シャツプリントもすごいいいし、うん、サイズ感がすごいいいんですよね、僕にぴったりで、めっちゃいい。でボディもしっかり古くて、うん、アニメティキャラティ探してる方おすすめです、うん、でパンツが 90s のユーロのリネンスラックス、これも履き心地めっちゃいいです、うん、太くて、いい、うん、なんか今回のコーディネートはすごい僕がガクをいじってあえて無音にしてますけど、なんかしょうもないことめっちゃ言われますね。フレフレってな、しょうもの風やる、いや、言ってやつな。はい、次僕のコーディネートですね、このシャツ結構僕前々から推してるアイテムなんですけど、後で近づいてくれるとは思うんですけど、僕っぽくはないちょっとシースルー
やってるシャツでして、でこれ後で近くになるとは思うんですけど、花柄の部分だけがすごい透け感があって、うん、中に今これ見せようとしてるんですけど、そう黒 T 着てるんですけど見えるかな、そう中が黒ってわかるかなってこれ額に言ってたけど、あわかりますよって、あじゃあ言えばみたいな言ってたけど、そうこの花柄部分が白 T 着たらちょっと明るく見えるんですけど、黒 T 着ることによってちょっと暗め見えるんですよ。それがマジでかっこいい。で次が 80s のストライプのスラックスですね。これね本当に近づいてもらったらわかるんですけど、本当にシルエットはめちゃくちゃいいし、本当におすすめのスラックスです。でオプティで西ドイツとかでよく使われてたジップのアイテムでございます。 LA やってますね。まあなんでやったんかわからんけどはい、最後は僕の、コーディネートですね、うん、これ T シャツ僕めっちゃ好きなんですよね。この、うん、隠れ熊の実がプリントされてる T シャツ、うん、オーバープリント でカラーもすごい入ってて、なんか一枚で様になるというか間違いない、うん、でサイズ感もすごいいいですねこれは、うん、でまあもう普通にラフに下はこれも僕がすごい気に、なんか言ってるっすね。なんか言ったの僕がすごい好きに入ってる 90s アディダスのスウェットパンツです、うんうんうん、で下がローファー合わせて、うんうん、すいません、もうロゴ見せろよなちょっとラフな感じ、うん、で下はローファーとあとサングラスとかつけて、うん、ちょっと綺麗にまとめました。ガクっぽいね。ぽいですかね、うん、ガクが好きそうなスタイリング、うん、ありだと思います。はい、次が00のアートティーですね。でこれガクト調べたんやけど、なんか誰か結構有名な人が回答らしいんですけど、なんかちょっとふざけた T シャツでして、後で近づくとは思うんですけど、これ猫がネズミをちょっと殺しちゃってるんです ね。殺してて、なんやろうな、猫にあり得る問題みたいな感じの意味らしくて、英語を日本語訳した時になんかちょっと意味深な、今アニマルティーすごい人気だとは思うんですけど、めっちゃ黄昏れとるななんかちょっと PV っぽく撮ったんよって俺この日はな生きっとるわ、かっこつけてるわはい、次は 90s のユーロのスラックスですね。もうユーロのスラックスは本当にシルエットも良ければ、今指でやってたんですけど、これ3タック入っとって、そう、ほんで色味がちょっと暗めなパープルでして、差し色でね、こう夏単調になっちゃうときに下でカラーのスラックスとか持ってるとすごいかっこいいと思います。まあ合わせて言ったらすごいラフなんですけど、え、なんか一時停止してるこれ、終わったんじゃない、終わったんかめっちゃなんかな、まあ途中で画面切り替わりましたが、まあこういった感じで本当に T シャツをデニムとかでカジュアルに着るんじゃなくて、ちょっとスラックスとか、まあガクが合わせてたようなちょっと今っぽくスウェットとか、まあスウェーパーはちょっと暑いですけど、まあおしゃれは我慢ということで、うん、合わせていただくとすごい素敵だと思います。思います。おい、マーシーチャンネル、はい、以上ですねということで、まあいいですよまあね、うち一切値下げとかオープン4月末からしてではやってなかったんですけれども、この月末イベントで結構買っちゃったんで、こういう特別な機会にぜひ皆さん豪徳寺に来ていただいて、もう一度詳しい内容をお伝えすると、半袖 T シャツ、半袖シャツが対象で2点、お買い上げの方は1000引き、3点購入してくださったお客様は2000引きで、その対象アイテムのみが値下げになるよっていう感じなんでね、ぜひ、まあまだまだ今年は異例って言われてるぐらい暑いんで、うん、まあ僕らもね、来週ちょっとね店を転休にして海行こうかなとは思ってるんですけど、まあ夏はやっぱ楽しみたいよね。そうですね。でなった時もやっぱ T も欲しいし、 T じゃだけじゃなくてこういったね素敵な半袖シャツとか、うん、みたいなってなるとは思うんでまあなんかあえてね何も触れてなかったですけどね、これはまあガクが作った半袖シャツだからまあ紹介したシャツとかもすごいいいと思うんで、はい、ぜひ皆さんゴートジ遊びに来てください。はい、なんかこれ絶対買っとった方がいいよみたいなコーディネート紹介しましたか。僕けど一番お気に入りは隠れ熊の実の白の T シャツ、うん、これはすごいお気に入りです、うん、めっちゃいいです。実際に着てみてください。うん、で僕らはねいつものスタイリングをインスタグラムに投稿しておりますので、ぜひ概要欄の方から飛んで見てみてください。あとベースの方で毎日3点以上商品追加しておりますので、はい、そちらもぜひ概要欄から飛んで見てみてください。夏に古山市行きたいなって思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。よろしくお願いいたします。それではまた、さよー。
ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、YouTube 登録よろしくお願いします。あと、グッドボタンも忘れずに。See you!